アンブラっぽい。どう考えてもアンブラっぽい。アラネアは新型倒すって言って消えちゃった。よし。じゃあ今回もファイナルファンタジー15の DLC エピソードプロンプト続きやっていこう。今までね、自身も知らなかった、まあ自分の正体だとかいろいろ知っちゃったりしてうじうじしてるプロンプトだけど、これからどうしますか？なんこれ凍ってね、これ。あ、凍ってなかった。白く見えるだけか。え、鳴き声、鳴き声、あんな遠くから改造する？何これ。制御システム、制御システムって前回何体か倒したけど、あれ倒して材料集めて改造しちゃいますっていうあれか。エリアクエストが発生しました。ほう、今後のストーリー進行が難しくなることがあります。サイド系か。そんなこと聞いちゃったらやりたくなっちゃうな。あ、落とされた。あ、落とされるんだ。よし、黄色の方がサイドかな。サイド系もまんべんなくやっていくか。できればね、なんだろう、閃光弾ルーメンを捨ててランチャーとトゥバどっちも持てたりしたらいいのに。スノーモービルが本編と同様にこの世界にも時間経過の概念があるから、今午前8時、夜になったらじゃあ強いモンスター出てきますっていう似たような感じかな。お、おった。撃つか。赤ちゃんガルラを守れ。こっから撃ちまくるか。これも走行しながら撃っちゃえば絶対ダメージ受けないよね。近づきすぎたら引きずり落とされるけど。なんていう卑怯技。あれ、赤ちゃんガルルどこ行った。これって守ったことになるのか。なんかクリアとか出なかったけど、まあいっか。目的地向こう。本編ではね、最終的にプロンプトジグナタス要塞に囚われてるところをおーっと助けたから、最終的には帝国に捕らえられるんだろうな。これは？
ノクティスから逃げる。あ、魔導兵になったぞ。片付けてやる。フライナ、あ、アンブラじゃない、あ、アンブラともう一匹いた犬か。もう夕方になっちゃった。夕日に照らされるこの雪かぶった木々、結構好き。小さい頃の自分と話す、まあ、自身が魔導兵にならなかったわけだけど、もしかしたら魔導兵になっていたかもしれないんだから、存在するあの人間から作られた魔導兵ってみんな味方を変えればプロンプトの兄弟かもしれないしな。どうかこれからもノクティス様のことを支えてくださいますようお願いいたします。ノクトを支える、僕が、僕でいいの、一緒にいていいの。ノクトもみんなもそれを望んでくれている。そうだった、僕、そうだった俺。行かなくちゃ。
クエストコンプリート。アラネア、俺も行く。ちゃんと決着をつけるよ。過去にそうしたいって自分で決めたんだ。足手まといなら置いてくよ。再びアラネアインで、じゃあプロンプトも一緒に新型倒しに行くのか。こっちか今度は。よし、じゃあ二人乗り。改造はできないし。あ、戦闘 BGM 変わった。さあ降りよう。降ろされたけど。おお、すごくね、かっこよかったけどね、今ヒットしてなかったね。二人でオートで連携技出してくる。今だ。あ、あっちにもいる。やればできるじゃないか。あ、遠くて当たってないのか。アラネア強いわ、相変わらず。研究所ってのはどこの研究所のことだ。あ、音楽かっこいい。ちょっと武器補充しとこう。250m ね。ここか。いよいよだ。乗り込もう。結構近かった。全然スノーモービルの改造には触れられてないけど、まあ今改造のしようがないしな。ちょっとバレずに上登りたいな。こいつ捨てるスキルできそう。はい、トロフィーゲット。上にもいたよな。はい、狙撃兵さん、もらうよ。で、狙撃銃持ってて、あ、ここに武器たくさん置いてあるな。あ、こっから撃っちゃえばいいんじゃね。どう見てもそういう場所でしょ、ここ。あと、あ、奥の方にもいる。おお、どうして気づかない。やるしかない。あ、気づいた。そこまでバカじゃないか。
あ、当たんない。あ、ちょっと鉄骨が、はい、あ、展開してきてる。結構ドラム缶の範囲広いな。あ、武器もそんな無限に拾えるわけじゃないのか。はい、よし、 OK、 あ、拾えないと思ったら拾える。で、あ、今になってサイドクエストが発生した。したけど、え、遠くね、え、遠いけどちょっと行ってみたいな。え、ちょっと行ってみよう。ちょっとめちゃ遠いな。そうだよ、だってここ下ってきたんだから戻る羽目になっちゃうもんな。これ多分本編進行後でもできると思うから、まだ今度来るか。ゲートを開ける。トゥバがある。よし、想像以上にすぐ近くに研究所あったけど。冴えない顔してんじゃないよ。ミーレス、おっと、ちょっと武器が、武器ここにある。おお、ちょっと逃げて逃げて。今さ、ドラム缶とさ、敵全然距離あったけどさ、倒れてくれたぞ。アーマーが近いな。ちょっと離れて、離れて撃ちたい。あ、切れた。よし、ここで一丁撮影。おお、危ない。あ、あれ、アラネアかっけ、アラネアの技が増えてる。よし、また新しいアイコンが。なんかこれしょっちゅうこのアイコンできるね。見に行きたくなっちゃうじゃん。あ、でさっきの2キロのアイコン消えた。あの黄色アイコン行ってみよう。サイドクエスト、うん、ん、なんか危険な敵がいるよ。スノーモビル乗った状態でやれるだけやっちゃうか。あ、危ない危ない。あ、わ、これちょっとやばいかもしんないな。99じゃんこいつ。だってあかん。
あ、逃げたい逃げたい、これはあかんやつだった。本当にサイドクエスト鬼畜じゃん、言ってた通り。え、お、ロケットがここまで飛んできた。あーだけど倒す方法、まあ、99レベルだったけど倒す方法はあるんだろうな。それこそ狙撃銃とか補充しまくってじわじわ戦っていくとかになりそうだけど。よし、じゃあ研究室開けて中に侵入するわけだけどさ、じゃあ今回ここまでにしよう。サイドクエストは簡単なやつはやってるけど、ちょっとさすがにさっきみたいな、なんだろう、やり込みが必要なやつは無理だから、できそうなものは潰していこう。それじゃあ今回こんなところで。